どうもこんにちは、井上サンタです。今回はですね、ローランド・エメリヒ監督のムーンフォールという映画を見てきたんで、その話をしたいと思います。 Yeah, it's fantasticムーンフォールはですね、アメリカでは2022年の2月4日に公開されました。で、今日がね2月6日なんでね、日曜日なんですけど見てきました。で、映画館に行くのは結構久々なんですよね。2022年になってから初めての映画館というような気がします。で、あのムーンフォールはなんかちょっと調べてみたんですけど、日本は2022年の秋にやるっていうのをどっかで読んだことがあるような気がするんですけど、今のところなんか未定になってるっぽいんで、ネタバレトークにならないようにちょっと頑張って喋ってみたいと思います。で、ローランド・エミリヒ監督っていうとですね、実はなんかアメリカっぽい映画を撮って、まあハリウッドっぽい映画を撮ってるんですけど、実はドイツの方なん、ドイツからいらした方なんで、まあ例えばインディペンデンスデーなんて有名ですよね、ウィル・スミスの。それからデイアフター・トゥモーローで、僕がね結構好きなのは2012っていうね、あのすごいディザスタームービーなんですけど、そういったね映画を撮ってきて、まあムーンフォールもね、このディザスター系の流れにある映画と言っていいと思います。で、ちょっとね簡単にあらすじ紹介をしたいと思います。陰謀論者のケイシー・ハウスマンが月が本来あるべき軌道から外れていて地球に迫っていることに気づくところから始まるんですね。地球衝突までわずか数週間、世界は滅亡の危機に瀕している中、ハウスマンは過去を持つ宇宙飛行士ブライアン・ハーパーとチームを組むことになり、 NASA に警告を発していく。そこで出会ったのは NASA の幹部で元宇宙飛行士のジョー・ファウラーだ。ジョー・ファウラー演じるのはハルベリーなんですね。で、このストーリーを聞いて映画好きな人の中で、ネットフリックスでね2021年の暮れに公開された Don't Look Up っていう映画、ディカプリオがね主演の映画に結構酷使したストーリーラインなんじゃないかなと思うんですけど、 Don't Look Up もね、なんとかな、ブラックジョークっていうかペーソスが効いた映画だったと思うんですけど、なんかね求めていた、なんかこうそのストーリーあらすじを聞いた時に感じる、どんなディザスターシーンがあるのかなっていうのはあんまり Don't Look Up には描かれていなかったような気がするんですけど、まあ、このねムーンフォールはローランド・エミリヒ監督作品なんで、そのドン・ルック・アップに足りなかったディザスターのシーンがですね、これでもかっていう感じで入ってるんですけど、もうなんていうかな、あまりにもディザスターが過ぎるんでね、途中でもう何層にも重ねられたレイヤーを見せられているとですね、強烈な睡魔が襲ってきてですね、一瞬こくりと眠ってしまったシーンがあるんですけど、まあ、決してねつまんないから寝てしまったわけじゃなくてですね、私の脳がですね、その膨大な量の情報をですね一気に脳がね受け取って寝てしまうっていう現象がたまに起きるんですね。これ東京ドームで昔マイケル・ジャクソンのコンサートを見に行った時もめちゃめちゃ楽しみにしていたのに、ものすごい爆発音と、なんていうかな、照明とで一回寝てしまったことがありますね。で、まあムーンフォール、まあなんていうかな、あの先ほども話しましたようにネタバレなしでね話していこうと思ってるんですけど主役はねハルベリーなんですよ。で、なんていうかな、ハルベリーが主役感がちょっと薄かったような気もしますけども、物語はね2011年から始まるんですよね。で、宇宙空間から始まってですね、あの宇宙飛行士のハルベリーとパトリック・ウィリソンがですね出てくるんですけど、このシーンがねあの映画にそっくりなんですよね。あの宇宙の映画、グラビティゼロ、なんかアメリカだとグラビティっていうタイトルだったかな、グラビティにそっくりな感じで始まるんですけど、まあ、この月の近くで作業をしていた宇宙空間での宇宙飛行士たちにある事件が起きて、で一人の宇宙飛行士がね死んじゃうところから始まるんですよね。で、その責任をパトリック・ウィルソンが全部、なんかこれはもう、まあ、パトリック・ウィルソンはね何が起きたかを説明したんですけど、 NASA の方はね、いやこれはもう人為的な、要するに被害だってことでですね、 NASA はクビになっちゃうんじゃないかな。だから結構ね家賃3ヶ月溜まっちゃうような感じにねパトリック・ウィルソンはなっちゃうし、離婚もしちゃうし、自分の息子にも愛想つかされちゃうんですけど、ハルベリーの方はね NASA に居残ることになるんですよね。で、パトリック・ウィルソンはねコンジュリングっていうか、資料館シリーズのね旦那さんの役を演じてることで有名ですよね。で、もう一人のこの陰謀論者のケイシー・ハウスマンがですね、この人がね一番最初に月の軌道が、外れているってことに気づいてですね、いろんな人にですね、これも人類が滅亡してしまうんでね、要するに月が地球に衝突してしまうってことに気づいた人なんですよね。で、それをいろんな人に言うんだけども、信じてくれたのはブライアン・ハーパー、パトリック・ウィルソンなんですよね。で、パトリック・ウィルソンはねなんか宇宙飛行士じゃなくなっちゃったんだけど、あのハリウッドサインがある山があるじゃないですか、あそこのとこに展望台があるんですよね。有名な展望台があって、ララランドでも出てくるんですけど、そこにね去年の本当2ヶ月ぐらい前にですね、あのちょっと取材で行ってきたんですよね。その時もっと動画回しとけばよかったかな。だからね、あ行ったばっかりだなと思うところで、まあ要は
このムーンフォールって映画の LA が舞台なんですよね。でそこの展望台っていうか宇宙博物館みたいなところで落ちぶれた元宇宙飛行士が小学生とか相手にね、なんかティーチングスクールっていうかなんかコーチとかしてんですよね。でそこに暴論者のケイシー・ハウスマンがやってくんだけど、もう本当にこのケイシー・ハウスマンの部屋はね、もう本当にいろんな怪しいもう陰謀論の新聞記事みたいなので溢れていてね、あの細かく見ていくとゲイのエイリアンが見つかったとかね、そんなの貼ってあったりするんですけどね。でなんていうのかな、もうとにかく何もこの動画で僕言わないでおきますけども、変な映画です。まあとにかくこのローランド・エミリヒっていう監督のファンっていうかね、構図家っていうかね、まあローランド・エミリヒ監督の作品が好きだっていう人は、まあちょっとね王道とも言えるんですけど、ちょっと変わり者とも言えるんでね、まあエミリヒ色を摂取したいとか求めてる方にはですね、もう過分にですね溢れてるのはムーンフォールですね。もうなんかちょっとね、なんていうかな、要するにねハリウッド映画大作に一瞬見えるんですね。いつもエミリヒの作品って、まあ、ウィル・スミスが出てきてたり、まあ、宇宙からエイリアンが攻めてくるんでそれを阻止しようとしたりとかして、まあ、アメリカ頑張れみたいな映画作るんですけど、まあ、先ほども申したようにそのドイツからやってきてるんでね、まあ、アメリカ人ではない、まあ、アメリカ人が何なのかっていうのはね、僕アメリカに住み始めて5年目でね、それを語り出すとちょっとややこしい話になってくるんですけど、要するに移民の国なんでね、まあいいやそんな話はだからね、なんかね一筋縄ではいかないディザスターパニック宇宙からの侵略ものっていうかね。でネタバレにならないの喋りたいけど、猿の惑星のエンディングって非常に有名じゃないですか。であれを見てない人の幸せだなんて話していて、なんかエンディングから見ちゃった人もいるなんて話聞いたんですけど、まあそれぐらい猿の惑星のエンディングって有名なんですけど、今回のムーンフォールもね、なんとなくそれに対するオマージュ的なエンディングのショッキングシーンがあったりするのかなみたいなことはね、ちょっと匂わせておきたいんですけども、ちょっとね少々喋りすぎてしまった嫌いがございますけども、なんだろうな、まあ久々の映画館に行って楽しかったってことをね言いたかったんですよね。でいつもね映画館に行くと予告編を、そうだ予告編はねいつも見るの楽しみにしてるんですけどね、今日自転車で行ったんですよ。車をね娘がねバイトに行っちゃうってんで使っちゃったんでね。ほんでまあチャリに空気を入れて、まあ家からねほんと10分ぐらいで行けちゃうんでね。で昔ね LA にフワちゃんが住んでたんですけど、もう私が住んでる家のすぐ近くに住んでたんでね、フワちゃんがかつて住んでた家の横を通りながらですね映画館に向かって、これでチャリ置き場みたいなのがまあアメリカないんですけどね、まあそういう鉄の棒があったんで、そこにチャリをチェーンで固定しようと思ったらですね、チェーンの鍵がないんですよね。であれなんでないんだろうと思って一回チャリを置いて映画館まで向かったんですけど、いやでも絶対チャリ盗まれるなと思って、だって鍵をしないでチャリ置いていったら宇田川町でも盗まれたことあるしと思って、でちょっとね7分ぐらい逡巡してやっぱ戻ってきてですね、チャリを1回家まで戻したんですよね。で歩いてね15分ぐらいかけてね、またフワちゃん家の前通ってね映画館まで行ってね、もう絶対映画始まってると思ったらね、映画館入って、で今回ね初めてねあれをしたんですよ。ウェブで席を取り置きしといてから、スマホに例の何て言うんでしたっけ、黒と白であれをかざして入り口入ったんで、まあ、なんでそれが今までできなかったかっていう話もね、まあ、いつか生きてるうちにしますけども。で、映画館入っておしっこしてね、要するにムーンフォールやってる箱に入ったんですけど、まだ予告が2本 やってたんですよね。だ人生諦めちゃいけないなっていう教訓を今日は得たんですけども、1個ねなんかゾンビっぽい映画やってましたね。だから映画館入った時になんかゾンビの声がしたんで、あれムーンフォールってゾンビ出てくるのかなと思ったんだけど、いやこれは違う予告だ、やったと思ったんですよね。でそのなんかねゾンビっぽい映画が終わったら、ニコラス・ケイジがニコラス・ケイジ演じる映画ってあるじゃないですか、あれの予告がやっていてね、ちょっと面白かったですね。ちょっと笑ったんですけど、そしてムーンフォールが始まったんでね、楽しかったですね。で終わってからはスタンドって呼ばれるね、映画館の廊下に立ってるね、カミングスーンの映画のね、スタンドとか眺めたんですけど、このバットマンのやつがね渋かったですね。そして、同じくねムーンフォールと同じく2月4日に公開されたジャッカスフォーエバーもね、これどうしようかなと思ってんだよね、映画館で見るほどの
タイプの映画じゃないんだけど、昔ね、ニューヨークにね、ノブ君っていうね、サンタスティックの社員と一緒にね、出張してね、仕事が終わって夜中にね、ニューヨークでね、ジャッカースの映画の2かな、見に行った時に結構笑いましたね。あれ、いい思い出だったんでね、映画館でジャッカース見るのもまたね、楽しいっていうところがあるんでね、ちょっと悩んでおります。ということで、今日はローランド・エミリヒの最新作、ムーンフォールのレビューというか、まあ、おしゃべりをさせていただきました。じゃあまた次回です。バイビー。チャンネル登録してない方お願いします。そしていいねもいただけると嬉しいです。じゃあまた次回です。バイビー。エビ、See ya!